おりゃおりゃパワー。はい、どうもプロさんです。やっほー。ということで、どうだったでしょうか。1ヶ月でまあここまで絞ったんですけど、ここまでの絞りなら本当に大げさじゃなくて誰でもできます。コツなんですよ。ちょっとギアがはまれば誰でも脂肪は落とすことができるんですよね。というので、今日は誰しもが行くお店、そして誰しもが食べる環境、お弁当、コンビニで買えるお弁当、ただお弁当してもプロタン流の、これを食っとけば絶対に、今数ありますよ。またお前それ書いて、お前いつもなんかサラダチキンやらなんちゃらって流行ってるじゃん。サラダチキンどうですか皆さん。確かに痩せるけど、ずっと食ってたら飽きるでしょ。プロタン流の今回のコンビニで買える最高のコンビネーション、やっぱ一つの食材だけだと何種類かを組み合わせることによって満足感、そして継続する力ができるんで、今日はそのコンビネーション弁当、はい、合わせて弁当にするんで、そのコンビネーション食材を今日買ってきましたね。それを紹介していきたいと思います。じゃあ行きましょう。疲れ、本当疲れ。これ大真面目なんで、じゃあまず一つ目いきます。きゅうりでございます。野菜いろいろありますけど、今のコンビニね、きゅうり、まず何も言わないで、何も言わず見て、はい、お母さん食堂が出てる梅干し、はい、食物繊維たっぷりって書いてあるんで、食物繊維いっぱい多い方が腹持ちがいいんで、こちらわかめのスープ、はい、ごまだれ、こちら豆腐、グミでございます。はい、これがお前こんだけかよって思うじゃないですか。こんだけしか食えねえのかよって、今見てるね、ちょっと小太りの人たちはマジで慣れるの。減量っていうのは慣れ、そして満足感、癖が大事なんで、腹をいっぱいさせる香り、そして食感、これが大事。チキンばっか食ってるとモサモサして食感に飽きて、もちもちしたの食いたいってなってくるんですよ。そうすると甘いものに手出しちゃう。パサパサしたね、塩コショウのばっか食べてると甘いもの食いたくなっちゃう。いろいろやっぱ穴があるんですよね。それを全部カバーして食材がこちらでございます。早速弁当作っていこうじゃないの。 Here go! まず最初に食べるのはこちら、キュウリなんです。カリウム豊富で水分抜けるから、まず体のむくみを取ってくれる。そしてなおかつ、うん、ね、咀嚼も多い、満腹中枢刺激して、これでまずダメージを与える。まずこの低カロリー最強の野菜で満腹感っていうところに空腹にダメージを与える。なるべく腹が膨れた状態でメインの飯を食うための、うん、塩とかさ、会社とか学校に持ってかないでしょ。だからこの梅干し、カニって、うわ、甘くてうまっ、うん、もう噛んでたらめちゃめちゃ腹いっぱいになってくるね。まあ、腹いっぱいになったところで次こちら、はい、こちらのカップわかめスープをお湯をねまず入れていきます、はい、ここに豆腐そうめん入れることによってカップヌードルの出来上がり。はいはい、カップヌードルできた。この感じさ、まず目でさ、この目で楽しむ感じで、カップヌードルこんな麺いっぱい入ってるよって思い込むのが大事なの。あのカップラーメン忘れて、これがカップラーメンだからマジで。でもキュウリで腹いっぱいなわけよ。それにこれだからね、ちょっとさ適当に選んだんだけど意外にいいぞこれ。結構ガボガボだからね、キュウリで。うまい、キュウリうまい。いいいいいい。おさらい、キュウリでシャキシャキ満腹中枢、お腹もうすでにいっぱい、普段食べれないカップヌードルを食える、そして食感的に最後はもちもち欲しいよねってところで、こちらグミなんです。でカロリー、これ160キロカロリーで脂質ゼロなんです。だから今さっきのさ食材全部油取ってないから太ることはまずない。しかもカロリーもあれ全部で、わかります、280キロカロリーですよ。でこのもちもち、これが大事なんだ。いい匂い。またこれ聞き合い、これちょっと俺減量中だから食うのやめさせて。これが最高のコンビネーションなんです。はい、どうだったでしょうかと。はいはん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 、はいはい、恥ずかしい。大
よね。学校とか会社に持っていけないのにキュウリゴリゴリゴリ。やばいよね、俺もわかるわ。っていうので今日はおすすめな最高の減量お弁当があります。栄養バランス最高、新鮮さも抜群、そして満足感バッチリ、減量に本当に洗練された弁当、それがこちらでございます。はい、ということで本日紹介したいお弁当がこちらのダイエティシャンという名のボディメイクミールでございます。エネルギーとタンパク質と脂質と糖質 PFC バランスがバッチリなんですよ。ダイエットってちゃんとやらないと分かんないと思うんですけど、 PFC タンパク質炭水化物脂質のバランスがマジ大事なんですよね。これが偏りすぎるとタンパク質ばっか取ってても結局結果的に太っちゃうし、燃えなかったりさ、脂質をある程度入れてないとっていう、結構さ PFC って計算しにくいんですけど、これは誰でももうそもそもちゃんとした PFC なんで、まずおすすめです。調べによると医療介護職などの栄養管理職を15年以上自社工場で製造してきたメーカーなので、食材の水分コントロールが可能な優秀なマシンにより冷凍品とは思えない美味しさを実現。実際にこれめちゃめちゃ美味しいらしいんで、ちょっと食べてみたいと思います。キノコとトマトのハンバーグって別になんかほんと極端にやんなくていいんだよね。ちょっとずつこうやってさ PFC を意識してなんかちゃんといいもん食っとけば自然と痩せていくんで、うまそう、めっちゃ肉厚だよ。めちゃめちゃうまい、全然ダイエット飯じゃない。サワラのアクアパッツァ食べてみたいと思います。はい、じゃあこれいただきます。おいしい。すげえふわふわしてて、なんだろう、冷凍、めっちゃ冷凍されてたんですよ。全然水っぽくないし、なんか電子レンジで温めた感がない。今さっき作ったみたいな、出来立て感のふわふわです。で、これなんでそうなるかっていうと、食材に電波を当てる設備と、超短時間で凍結が可能な設備があって、30分で料理が凍るそうです。3000万もする機械で、これ冷凍してるみたいです。で、そのおかげで、まあ、電子レンジで温めた後に、その、食感とか味が本格的なままらしいんで、でほんとそう、はい、こちらペッパーチキン、味噌焼き、ナポリタンなんていうのもあります。いろいろ種類がめちゃめちゃ豊富で、798円から、はい、買えるみたいです。これ業界最安値らしいんで、買えば買うほど、まあお得みたいですね。そしてこれね、筋トレ業界では、まあ筋トレ界のヒカキンさん、湯浅さんっていう、トッププロのフィジーカーの方もアンバサダーとしてやってるので、その筋肉弁当どうなのっていう人にとっては信頼できるブランドかなと思います。はい、ということでどうだったでしょうか。こちらのダイエティシャンね、やっぱその減量ってこうやって絞るにはさ、まあ運動もそうなんですけど、やっぱ食事ってどれぐらい取ったかとか、どれぐらいカロリー取ったかって把握できないと思うんですよね。これ一食にするだけでもだいぶ変わってくると思います。ちゃんと計算されてるんで。ということでこちらの商品はね、概要欄から貼ってありますんで、ぜひちょっと購入したい方は購入してチェックしてみてください。ということで、本気で絞りたい方にはおすすめな満足感ある、味とね、ボリュームだと思います。今日は早速だからこれ一食食べようかな、お昼ご飯で。はい、そんな感じです。